株式会社は戦後の高度成長期に発生した水俣病の保証業務を専業とする日本の企業である。元来は科学工業メーカーであったが2011年3月31日をもって事業部門を中核司会者の JNC 株式会社に移管し持ち株会社となった。当器場の本店を大阪市北区中野島に本社を 東京都千代田区大手町に置く。朝日火星、積水化学工業、積水ハウス、新越化学工業、先行グループホールディングス、日本ガスなどの母体企業でもある。主な子会社、関連会社として、JNC、JNC 石油化学、九州化学工業、JNC ファイバーズや、ポリプロピレン事業合弁会社の日本ポリプロなどがある。 また、日本国内の合弁相手に、吉野石膏や同社と同梱である朝日化成がある。液晶事業において、ドイツのメルク社と並び世界のトップシェアを誇り事業の柱としていた。バイオテクノロジー、電子部品部門も展開する一方、旧来からの肥料事業、農事産業部門も継続していた。石油科学部門では、三菱科学の石化セグメント司会者、 日本ポリケムとのポリプロ事業統合などで事業のさらなる展開を図っていた。1932年から窒素の水俣工場が触媒として使用した無機水銀の複製生物であるメチル水銀を含んだ排液を海に無処理で垂れ流したため水俣病を引き起こした。1960年代に電気化学から石油化学への転換が遅れたことに加え、 1962年7月から翌1963年1月まで続いた労働葬儀の影響で製品の販路を失うなど経営状態が悪化し1965年には無敗になった。水俣病裁判での敗訴後は被害者への賠償金支払い第一次オイルショックなどにより経営がさらに悪化。債務長下無敗継続により1978年に上場を 廃止した。その後株式は店頭管理銘柄となり制約付きで流通していた。同社は現在では実質上国の管理下にある。水俣病問題は発生から数十年経過した現在でも未だに解決を見ていない。なお、水俣工場は現在も JNC の水俣製造所として創業を継続している。ありがとうございます。